毎日王冠2023ソングラインよりも軸にすべき一頭。皆様こんばんは。加速情報競馬データ検証のヤグでございます。本日は5分でわかる外球データ編といたしまして、毎日王冠2023をチェックしていきたいと思います。なおですね、今回もすごいいいメンバーが集まりましたね。2分延長でちょっとですね、有力馬解説もしていきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず一つ目、毎日王冠出走有力馬の確認ということでございましてですね、まあ、ウィン・カーネリアンとかですね、エイヤーとかエルトン・バローズとかですね、またあの去年走りましたですね、ジャスティン・カフェとか過去走ってますですね、シュネルマイスター、それに加えてね、G1 馬のソングラインなどが参戦ということになっております。そして二つ目、過去の毎日王冠外傾向を学ぶということでございましてですね、まあ、過去5年間傾向を確認していきたいと思います。そして3つ目ですね、今年の毎日王冠どんな馬を狙うということでございまして、過去の傾向から今年狙っていく外気馬のポイントをですね、押さえておきたいと思います。なおですね、このこちらの一覧に関してはですね、1週前に動画作成するために JRA から登録馬発表が出る前の段階での一覧となっております。それではですね、まあ、今回ね、動画でまとめましたデータ該当馬に関しましては、週末出走馬が確定いたしましたレース前日に LINE にてお送りさせております。下の概要欄からね、一部登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。最新追い切りとかもね、含めまして配信させていただければと思っております。それではですね、有力馬解説ということで順番に見ていきたいと思います。まず1頭目はですね、ウィン・カーネリアンでございます。昨年はですね、3連勝で目標としておりましたですね、関谷記念も制してサマーマイルチャンピオンとなりました。まあ、今年初戦のね、東京新聞杯を逃げ切るとですね、ドバイに遠征するという形になりましたけれども、まあね、マイルを優先したということでございましてですね、まあダート参戦になってしまったんですよね。まあこれは6着に敗れてきたんですけれども、まあ帰国してね、安田記念でも逃げる戦法で8着という形になっております。まあ、ちょっとね、G1 では力足らずですけれども、まあ、G3 ならという馬なんで気つくよね。まあ、ちょっと今回ね、メンバーが揃ってるなーという感じがしますので、どうかなという感じがするんですけれども、まあ、1800m でね、参戦ということでございましてですね、ちょっとね、あの逃げ切るにはなかなか壁が大きいんじゃないかなというふうに感じます。そしてこちら、エルトン・バローズでございます。デビューはね、10月だったんですけれども、ちょっとね、勝ちきれない競馬が続きましてですね、まあ、5戦目、まあね、初勝利が4月だったんですよね。まあ、かなりね、遅い勝利になったんですけれども、そこからですね、3連勝でラジオ日経賞を勝利という形でございました。まあ、セントアイト記念ではですね、ソウルオリエンスを完封したレーベンステリー、この前にですね、先着しての勝利となりました。まあ、レーベンステリーね、ちょっとあの詰まっちゃったんですけど、それがなくてもですね、このまま先着できたんじゃないかなっていうところもありますし、ちょっと能力的にはね、期待を持てる馬なんじゃないかなという感じがします。まあ、京都コースはですね、先行して上がりですね、33.6 秒をマークしております。上がりの時はね、それなりに出せる感じですけれども、初のね、東京コースでどこまで足を使えるかが勝負になりそうでございます。そしてこちら、ジャスティンカフェでございます。一番得意なのが東京の1800m です。まあ、昨年のね、毎日王冠ではサリオスに次ぐ2着に激走したんですけれども、まあ、今年はね、エプソムカップで後方から最速の上がりをマークして勝利でございます。まあ、他はね、寄せ付けない強さでしたし、マイルではね、足が溜まりきらない馬だけにですね、ベスト舞台のここなら強敵相手でも抑えておきたいというような一頭でございます。そしてこちら、フェングロテーヌでございます。まあ、逃げてね、最後まで踏ん張る、こう粘り強さが魅力なんですけれども、まあね、これね、なかなかね、失速しないんですよね。はい。まあ、ただですね、まあ、中山金牌、金古賞、鳴尾記念とね、厳しい競馬の中を放送してきたんですけれども、まあ、七夕賞ではですね、ちょっとね、位置が取れずにね、後方からになり14着という形になりました。まあ、距離はね、問題はないんですけれども、今回ね、ウィン・カーネリアも出走しますし、ちょっとね、逃げれるかっていう感じになると、難しいかなっていう気もしてきました。まあ、瞬発力ね、勝負になりやすいこのレースですので、まあ、そういうところがですね、ちょっと大きな問題かなというふうに感じます。そして、シュネルマイスターでございます。まあ、3歳からね、トップクラスで活躍してましてですね、まあ、現在5歳なんですけれども、まだまだ元気でございます。春はね、京都開催に戻ったマイラーズカップに出走してですね、32.9 秒の上がりをマークしての完走でございます。まあ、本番のね、安田記念でも最速の上がりをマークして3着に好走しました。毎日王冠はね、もともと3歳の時にですね、勝利した舞台でございますし、まあ、得意なね、早い上がりを活かせるコースで、もう本番前でもね、力を出せるんじゃないかなと思っております。そして、ソングラインでございます。まあ、安田記念はね、本当にね、もうどうやっても勝つだろうっていう感じでございましてですね、もう馬券を買うこちら側もね、楽しみになるほどの仕上がりという条件でございました。あ、まあ、今回はですね、目標がね、海外でね、ブリーダーズカップマイルへ向けての一戦という形でございます。まあ、ここの結果なんてね、もう正直どうでもいいでしょうしね、まあ、いかにね、本番、好状態で持っていくかっていうところがね、重要になってくるんじゃないかなと思います。まあ、レースでもね、力を使いすぎないようにしなければならないというところがね、ポイントになりますので、まあ、距離もね、マイルから 200m 延長で、まあ、足が鈍らないかなっていうところがね、心配かなと思います。さあ、それではですね、過去5年、毎日王冠の外球傾向を確認していきたいと思います。こちら、2018年の傾向でございますが、1着はアイロニット、2着はステルビオ、3着は奇跡でございました。
この土地は3頭全て階級仕上げとなっております。そしてこちら2019年の毎日王冠の傾向でございます。1着はダノンキングリーン、2着はアエロリット、3着はインディチャンプと、この時も3頭全て階級仕上げとなっております。そしてこちら毎日王冠2020年の傾向でございます。1着はサリオス、2着はダイナキャグニー、3着はサンデーポケットでございました。この年は1着と2着は階級仕上げとなっております。そしてこちら毎日王冠2021年の傾向でございます。1着はシュネルマイスター、2着はダノンキングリー、3着はポータージェでございました。この年も3頭全て階級仕上げとなっております。そしてこちら毎日王冠2022年の傾向でございます。1着はサリオス、2着はジャスティンカブ、3着はダノンザキッドでございました。この年も3頭全て階級仕上げとなっております。毎日王冠2023年狙うのはということでございましてですね、安田記念からノーザンファーム外球仕上げのパターン、もうこれでめちゃくちゃ強いんですよ。2018年1着のアイロリート、2019年2着のアイロリート、2019年3着のインディチャンプ、2021年1着のシュネラマイスター、2021年2着のダノキングリ、2022年1着のサリオスという感じでございましてですね、もうこれでこんなに走るんですよね。で、まあ、条件としては安田記念を構想しているっていうのが重要なんですけれども、まあね、その中でもですね、やっぱりちょっとソングラインはね、ここ目標っていうか、全然もう先がね、大きな目標でございますので、まあ、そういうところを考えると、まあ、仕上がり具合ね、心配かなっていう感じがするんですけれども、まあ、個人的にちょっと見てましてね、まあ、21日にですね、まあ、日本のコースでですね、80.6 秒とね、もうすでに動いてるね、シュネルマイスター。うん。まあ、このレースでもともと勝ってますし、早い上がりもね、使えるということでございましてですね、まあ、現時点ではちょっとのこのシュネルマイスターね、軸でいいんじゃないかなというふうに感じております。まあね、最終追い切りね、失敗しちゃう馬とかもね、いますんでね、そのあたりもね、確認しながらね、最終的にはライン配信していきたいと思うんですけれども、まあ、最終的なね、外競馬やデータ外競馬に関しました、出走馬が確定いたしました、レース前日に LINE にてお送りさせております。下の概要欄から1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。本日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。週末重賞の外形分析動画は日曜から順に毎週アップしております。皆様の予想や見解もコメント欄にお寄せください。そして最新の外形情報は LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できます。出走馬が確定いたしましたレースの前日19時に配信させていただいております。そしてチャンネル登録やグッドボタン、いつも皆さん本当にありがとうございます。正直にめちゃくちゃ嬉しいです。いつも見てるな、よく見るな、チャンネル登録しよう。今日の動画ちょっと面白かったな、外球情報知れたな、よし、いいね押してみるか。そんな感じの軽い気持ちでも大満足でございます。もしよかったらこの機会にチャンネル登録やグッドボタン、ぜひよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。